はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。今回は普通に売ってるものだったんですけど、まあね、僕持ってなかったんで こちらをね、買ってきました。皆さんも知っているつくばエクスプレスの線形でございます。今回こちらなんですけども、まあ、定価はね、多分1800円だったかな、なんですけど、こちら500円で売ってました。ラッキーなんですが、動作×って書いてあるんですよね。ということで、ちょっと一回開封して中身をね、見てみましょう。こちらですね、交尾者からいきましょう。シールの剥がれはない。まあ、中古なんで、まあ多少の傷はあるけども、まあそんな問題ないよね。全然問題ないっしょ。んで、まあ OK、 中間車、はい、こんな感じ。特にシールの剥がれとか、そう、思いっきり傷がとか破損してるとか、そういうのがないんで全然 OK。 さ、問題の先頭車、これなんで動かないの。ちょっと汚いかな、ちょっと汚れてる。ただシールの剥がれとか全然ないんで OK。 中身を見てみましょう。はい、なんかこれ動きそうじゃね。ちょっと待って、電池、皆さんの念力、あの波動を、画面に向かって波動、動けっていう波動をお願いしますね。これ足りないから、視聴者が悪い、視聴者のせいにする松岡、最低。え、動かないんだけど、マジで。はい、来たー、来たよ。すげー時間かかった。これね、すごい根本的な話なんですけど、こう裏はか、裏にここ、この金具とここの部品をつなぐ、ここ、外れてたっていうか、つながってなかった。だから今ね、ちょっとこう曲げてつなげました。そしたら動いた。なんだよ、やったー。そうだよね、こんな綺麗で動かないわけがないもんね。いやー、これはね、ラッキー。ということで、つくばエクスプレス2000系、動けましたってことでね、とても嬉しい。ということで、つくばエクスプレスの駅、北千住あたりをね、そろそろ、あ、でも東武ないんだ。まあいいや、つくばエクスプレスの駅とかをね、再現するときにね、使っていきたいと思います。ということで、今回はこれで以上でございます。いやー、動いた、めっちゃ嬉しい。